はい、始まりました。はるかと、みことの、ミルブロ。パーソナリティは、私、阿部はるかと。こんにちは。みこと先輩で、お送りいたします。今回は、戦国出雲ですよ。また、有名な武将に転生するパターンか？転生はしますけど、武将でも有名でもないですね。どのような立ち位置なのだろうか？では、今回のお題は、復興名家の金目録、戦国転生異聞です。タイトルだけだと、どんな内容かわからないな。それでは、作品紹介を。戦国時代に転生した主人公は、殺し合いを回避するために寺に入ることにしますが、寺の住職を師として、偉い武士の子供、辰尾生まれたちと共に、講義を受けることに。正式に坊主になり、重栄、昌峰の名をもらって、寺の書院番を任されたものの、亡くなった住職が、大殿積斎であったため、積斎の愛弟子と呼ばれるようになり、今川氏真になった竜王丸と共に、桶狭間の戦いに敗れた今川家を立て直すため、知恵と交渉術を武器に、駿府の国内外を駆け回ります。と、言った感じでしょうか。戦国外交ものみたいだな。内政にも絡んできますけどね。戦国時代に転生したものの、戦を避けるため寺に入った、方面は、寺の住職に見込まれ、武士の子供である、辰尾生まれと共に、講義を受けることになります。後の、今川氏真である、飛車丸との出会いが、すべての始まりと言っていいだろう。ちなみに、飛車丸以外にも、住職の講義を受けた武士の子供はいたようだが。後の、徳川家康である、松平元康や、その家臣の、石川数正が主な学友ですね。後年が、住職からの宿題で、今川金目録の追加項目の草案を作成したこともあり。実は、有名軍師であった、住職の大殿積斎亡き後、積斎の愛弟子、重栄、昌峰として、今川家に仕えることになります。同時期に、桶狭間の合戦で、今川義元が撃たれたため、今川氏真となった飛車丸を助けるため、といった感じだろうな。まずは、今川家を守るために、独立した松平家や、仇である織田家と交渉を始めます。節斎の愛弟子のネームバリューと、学友のコネを使い、知恵と交渉力で、互いに利になる落としどころを提示しつつ、今川家有利に導いていくぞ。また、仕事の都合で居候している伊原家で、鵜殿家の兄弟を弟子にしたり、兄の、鵜殿、新七郎は、主人公の策で人質に出されたり、城主になったりと、主人公の弟子として、様々な活躍をすることになるぞ。飛車丸の祖父でもある、武田信虎の暗躍を阻止したり、後々、武田家対策のために、協力するようにもなるぞ。歴史に残る武将たちと、長々八死で渡り合いながら、飛車丸と二人三脚で、今川家復興のため、陰謀を巡らせていく。そんな感じの、復興名家の金目録、ですが、どうでしょうか？個人的感想ではあるが、暗黒僧侶だな。暗黒寺、エケー、みたいな感じですね。暗黒寺、エケーは、いろんな戦国物に出ているので、ラノベ読みなら知ってる人も多いだろう。この作品の主人公は、そういうタイプ、ということだな。内政や外交、交渉や策略がメインといった感じですね。その分、本人が関わらない、合戦の描写は少ないのだがな。戦国物で合戦シーンがないのは、読者によっては弱いかもですね。ちなみに、アニメ化については？かなり難しいと思われるぞ。書籍化はされてますけどね。2巻で打ち切りになったらしいが。コミカライズもされてませんからね。何らかの形で復活しないことには、厳しいと言わざるを得んな。坊主系戦国ものをネタにしましたが、今回の配信はこのあたりで。坊主ではあるが、悟ってはないけどな。口癖は、地獄に落ちろ、ですからね。嫁さんとラブラブな、リア充向けのセリフだがな。一向宗なら、再会できるんですけどね。それだと一向一揆を先導する物語になってしまうぞ。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次もよろしく。